番組はヤマハ発動機、大砲薬品工業、ポーラ化粧品、日本ビクター、ブリヂストン、ロッテの提供でお送りします。小木正弘です。こんばんは。今夜これからお楽しみいただきますブレードランナー、これは私とても好きな作品です。役者さんは本当に、それから原作が極めて優れている。そして特にこの演出のリドリー・スコット、この人のもう映像から目を離すことはできないわけですね。前に月曜ロードショーであのエイリアンをお送りいたしましたけれども、私実はこの人はあの主女作のデュエリストからもう素晴らしい映像を持っている人だと思います。イギリス生まれの監督さんなんですけれどもね、あの例えばこれはあの SF 映画なんですけれども、決してあのいわゆるこの特撮の仕掛けだけを見せびらかすというそういう SF ではない。またあのコンピューターの未来バンバ剤というそういう SF とも違う。もうむしろその未来の世界がドヤーンとしてからね、びちょ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 濡れている、そのこの凄さの中からこの一つのこの映像世界がこうくっきりとこう浮かび上がってくるというそういう作品です。でまあ、それにしてもこの1980年代になってアメリカ映画がこの世界にプレゼントした男優、その最高の一人は誰かというと、これやっぱりどうしてもハリソン・フォードということになるんじゃないかと思います。あのスター・ウォーズのシリーズのあのハン・ソロ、そしてもう一つあのインディ・ジョーンズのヒーロー、いやそれだけじゃなくて、例えばあの去年の目撃者刑事ジョン・ブック、あの主人公なんてのは男が持っているもう一つの側面であるこの優しさ、これを非常に彼はこう見事に出したわけですしね。そういう点ではこのブレードランナーのこのハリソン・フォード、これはもう明らかにやっぱり彼の代表作の一本とこう数えていいと思います。で彼だけじゃないわけです。相手役がいいんですね。ことにここであのいわば敵役になってまいります、ルトガー・ハウアー。これはあの今若い人に大変な人気なんですけれども、彼とかもう一人この非常に綺麗なこのショーン・ヤング、むしろこのハリソン・フォードを通してこういう相手方がちゃんと描けてるということ、これがこの映画の成功だと思います。でそういう点ではむしろこれはあのアメリカのハードボイルド小説の骨法を踏まえているというこういうことを言ってらっしゃるこの評論家もおられまして、私これは達見だと思うんですけど、もう一つこの作品、実はあの1920年代の終わり頃から30年代のあのヨーロッパ映画、特にあのドイツなんかで作られたこの SF 的な怪奇映画、あの伝統が非常に見事に新しい映像に生かされている、これが私素晴らしいと思いますね。まあそういう点ではもちろんこの映画を買ってくださるのは若い方ですけれども、しかし昔からのこの映画ファンの方も、ああこれが本当の映画だとこうおっしゃっていただけると思います。母親が座ったまま死んでいくとか、あそこすごいですよね。この人はオランダ出身の俳優さんです。そしてこの映画に出資しましたのは香港のランランショーでした。さらにあの最初にはわざと申し上げなかったんですけど、あの未来世界に日本文字が氾濫してる、あれ驚きになったでしょう。いやもう文字通り未来っていうのは国際的なんですよね。この番組はコカ・コーラボトラーズ、花王、マツダ、オッペン化粧品、日本タバコ産業株式会社、青春月桂館の提供でお送りしました。彼らは僕たちの未来だからね。女性だけが未来を生むことができるんだよ。できたの？私は子供が欲しかったの。でもあなたはいらない。あ？妊娠っていうのを伝染するのかな。森郎先生の周りはなぜか妊娠がいっぱいなのです。私は産むわよ母さん。ドラマスペシャル天使たちの微笑み、21日夜9時5分。